いた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 、こんにちは。この世界に異変を感じませんか？何何何、え、異変、あ、異変感じない、もしかして。待って、白樺が少ない。わかりました。はい、あのペントさん、はい、ん、掘ったことがありません、これを。どういうこと、どういうこと、何ですか？僕も分かってない。ええ、だから、うん、これが何なのかペントは分かってないんですよ、初心者すぎて。え、あ、待って、初心者すぎてこれが異常だっていうことも気づいてないっていうことか。何何何、どういうことですか？そういうことじゃなくて、何これ。分かんない、ダイヤの世界なんだけど、ダイヤの世界なんだけど。え、ダイヤ、ダイヤじゃない、ダイヤじゃないよ。あ、ごめん、リソースパック。俺オンにすんの言うの忘れた。普通の世界、普通の世界、普通の世界。入りました。おお。すげえすげえすげえ。めちゃくちゃ大、めちゃくちゃ大。さすがにこれはわかるでしょ。これでうんとはならないでしょ。何が白樺じゃって話だからね。これね、視聴者さんが作ってくれたやつなんですけれども、すべてダイヤに見えるんだけど、実際はダイヤじゃなくて、うん、ちゃんとブロックなんだよね。あ、なるほどね。そう。なんだこれでダイヤチャレンジ。一瞬で終わると思ったけど、ダイヤチャレンジ一瞬で終わるわ、それ。確かに終わるわ、これでダイヤチャレンジ。もうエンディング流れてるわ、一瞬で終わる。そういうネタ動画かと思った。ネタ動画じゃないんですよ。で、実はですね、ちょっとこれ僕とね、はいはい、園長の2人でやったんだけど、うん、はいはい、撮影をね失敗してしまい、まさかのお茶になりました。お疲れ様でした。だから僕らはもう全部知ってるんで、ペント君のリアクションに期待です。すげえプレッシャーなんですが。どうしよっか、ちょっと暗くなってきたね、いきなりやばいよ。やばい、夜だよ夜。まずいまずい。ひとまず村探そうか。ほら、これ水、これ水。あー、すげえ。え、待って、これ水。あー、やめてよ。すごいダイヤまみれの水だから体に悪そう。だいぶ硬そうだよね。ちょっとそんなことやってる間に園長は着実に前に進んでるよ。待って待って、俺隠れそうだから待って。村がなさそう。村の気配を感じないか。ちょっと感じてないか。あ、なんかちょっとね、マグマが幻想的に光ってるよ。マジ？ちょっと待って、その前に俺の命が、命の灯火が消えそう。ちょっと待って。いきなりピンチなんだけど。やばい、俺もチビゾンビが、チビゾン、チビゾンビだけは気をつける、本当に。豚さ ん、 みんな、やばい、チビゾンビだ、やばい。チビゾンビが前を横切っていった。いや、待って、チビゾンビ囲まれてる。子供に囲まれてる。チビゾンビ3匹いる。やばい、園長。3人も、3人に追われてる。あー、1人こっち来た。やめて。頑張れ、園長。加勢する。おら、うわ。死んだ。加勢するって言った逃げ残り死んだ。そんなフラグの会社ある。待って、僕もやばい。雲かよ。園長すごいね、よく死なずに生き延びてるな。いや、ちょっと持ちこたえた。すげえわ。これが差ですよ。これが差か。これが差か。我々はだいぶ困難をね、打ち勝ってきてるからね。確かに経験値が違うよな。そう、まあ、我々って君もこっちで死んでるんだけどね。確かに。あれは僕経験値に入ってねえんだけど。あ、村発見しました。さすがすぎる。さすがすぎる。経験値高いぞ。経験値が高すぎる。座標言います。はいはい。マイナス235、マイナス830、まあ、マイナス230、マイナス830。 OK、 じゃあチェストチェックします。お願いします。お、ん、お、鉄の装備。それは強いぞ。鉄のつるはし。マジ、え、鉄のつるはしも。いや、鉄のブーツ、鉄のチェストプレート。いや、やらせか。やらせか、これすげえ最強。やばい、一気に、やば、一気に進捗。鉄のつるはしで決まり。装備せよ、金属を手に入れる。これはやらせですね。
やり直しかこれ。あー落ちた、待って落ちた、やばい。なんか洞窟、洞窟の中に落ちた。さすが洞窟見つけ。暗闇だ、助けて。助けて、助けてください。あ、ごめん。ちょ、殴られた。じゃあもう行くわ。待って、違うんだ。出たかっただけ。でもあれだよね、こう溺れてる人をさ、こう助けに行っちゃいけないっていうのはまさにそういうところだよね。どういうこと？がむしゃらにこう暴れてるからしがみつかれて、こう一緒にこう巻き添え事故になってしまうという。はい、だからね、溺れてる人がいたら、そう、俺そういうのねすごい詳しいんだけど。なんでね。溺れてる人がいたら必ず遠くからこう浮き輪とかを投げないといけないんですよ。レスキュー隊かよお前。なんか一旦水に沈めるっていうのもあるよね。沈めるって殺すって、殺すって。パニックしてるから一旦水に頭グッてやって、あーお前一回落ち着けよっていう。そう、水中にグッてちょっと頭沈めて、一回狼を水に沈めた時みたいな。そうあの感じね。あ、火がある、村だ。あ、本当だ、やったー。君らはどこにいるんだい？村ついたよ。ん？村、俺もいるけどな。まさか別の村。え？座標は？300、違う。あれ？座標。これ47の118。これ違う村だ。別の村じゃねえか。いやでも園長よりも近いよこれ。別の村を見つけてしまう。おい、こっち来いや。おい。入れたのき座標何も考えずに進んでた説あるよ。見つけたもん勝ちだからこの世界は。いや俺が先に見つけてんだよ。近くで見つけちゃったからね。やっと着いた。お疲れ。やばい、危ねえ、やつが攻撃を仕掛けてきている。危ねえ、隠しきれない殺意。塔を立てておいたおかげで逃げることができました。あー、分かりやすい、非常に。でしょ、それ頭いいな。で、これでそこの水のところに降りればいいんでしょ。はい、おー、よし、すごい。今死ぬと思ってベッド壊しといたのにな。うん、おー、危ねえ。マジだ。サイコパスすぎる。ひとまず結構地下まで行ける洞窟が欲しいんだけど、洞窟はペントが得意なんですよ。どっちの方にあると思う？洞窟？うん。感じる。洞窟の音。こっちです。こっちね。洞窟目付けのペントって呼ばれてるから。地下帝国のペントって呼ばれてる。労働者の意味なんだよね、多分。地下帝国で労働を強いられてるっていう意味での地下帝国のペントなんだよね。おお、洞窟マジじゃん。来た。いや君はもう行き過ぎてたけどな。いや来ました。え、待って、なんか死ぬ。何？これスイートベリーだわ、これ。ベリーあっさり洞窟見つかったな。しかし、あ、深そう。いや、すごい。気をつけろ。弓の音が。犬たぬき。やらかしいた。犬たぬきの遺品は全部預かる。うわ。おい、バカ。あれ？僕の遺品は。すべて爆発したか、これ。石のつるはし、感謝しろよ。なんか股間に刺さってるんだけど。誰の？君のだよ。恥ずかしい。刺さってる。助けて、社会的に死んだ。俺を殺してくれ早く。俺はもう社会的に死んでんだ。俺を早く殺してくれ。動物変えますか？変えよう。じゃあペントさんお願いします。任せろ。洞窟のそっち村の方向なんだよな。こっち村か。よく覚えてるね。塔に戻ってってるよ。バベルの塔に戻ってってる。こっちです。そっちさっきの洞窟なんだよな。危ない。分かった。じゃあこっちですね。こっちです。痛い。テントの決めた方向じゃないよねこれ。おい待って、洞窟これは、これいいんじゃないの？やめろ、無許可で見つけるのやめろ。これいいんじゃないの？あ、めっちゃいい。これは素晴らしいぞ。さっきと繋がった？
あれさっきの松明があるぞ。あーさっきつながってるだけか。危ない。クリーパーですか、この音は。違った、クリーパーじゃなかった。クリーパーでした。クリーパーでした。死んだ。あ、やばい、初期スポン1。さようなら。さようなら。さようなら、犬たぬき。ちょっと朗報です。はい、はい、村のすぐ近くにありました、最下層まで行けるところ。朗報すぎんだろ。地球バベルの塔に戻ってきてください。突撃します。あー、くらえ。よし、やばい、ウィッチだ。ウィッチの声が聞こえる。あいつは俺が倒す。うわっ。ブラグな回収が早すぎる。倒すわ。ちょっと強すぎない。え、じゃあさ、ちょっと僕だけさ、うん、これさ普通のテクスチャーに戻してみてもいい、うん、要は僕だけダイヤの場所分かってんだけど、君たち二人が頑張って探してる様子をお届けするっていう。それやばくない？それどっちかといえば園長が見た方がいいんじゃない。したらじゃあ見ます か、 そうするか。僕が楽しようと思った。お前に楽はさせねえ。というわけで園長はクリエイティブになったんで自由に見ることができます。ああなるほど。ちょなに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 なるほど。ダイヤあるの？なるほど、なるほど、なるほど。ダイヤあんの？いやここ通り過ぎちゃうんだと思って。待って待ってよ、鉄の匂いがします。この辺に鉄の匂いがするそうです。すごいこの辺に鉄が感じますよ、鉄。視聴者目線、君が無能だということがバレてしまっているかもしれないぞ。いやでも園長もしかしたらこの辺に鉄が見えてんのかもしれないんだもんな。そうそうだよ、なんならダイヤもう見えてるかもよ。それはやばい。さあ犬たぬきさんはずっとまっすぐ掘り続けています。え、どう？今もう横にあったりする？いや、いい感じだと思うよ。いい感じ、怖いな。いい感じと。逆に待って、この辺で多分1個あるんですよ、嗅覚が。そう、感じる。そう言ってる？感じてる？これだな。すぐ壊れたけど。犬たぬきさん、はい、ここら辺に、はい、いいものがありますよ。え、ベントこっちだ。何？おい、まさか俺が棒作ってる間に。嘘つくからな、こいつ。何？こいつホラ吹きだからな。ホラ吹きさん。どこどこ。てか分かった、俺分かった、うん、素手でさ、うん、回転切りすればいいんじゃない、こうやって。それでわかるの？わかんないけどさ。あれ、これでわかんないの、ダイヤって。ん？ん？ちょっとこれ、え、これちょっと硬いよ。ほら、ほら、ほら、ちょ気をつけて。ちょこれちょっと硬いね。これいきますわ。え、これダイヤだよね。それ硬い。硬い、硬いよね。まあまあ硬い。硬いね。え、じゃあちょっと鉄のつるはしでやるよ。うん。なんだった？ダイヤではないな。違うんかい。何かもわからない。なんだったちなみに。丸いし。何してんの君は。硬かったよね今ここ。でも硬かったよ今。硬い。落ち着け。硬い。待って。スケインタヌキ。ベントこっち来て。待って。鉄のつるはし作るから。どこ。これの真ん中。いいよ。鉄のつるはしでやって。行くよ。うん。よし。柔らかい。あれ柔らかかったな。その上か。これ。これ柔らかい。うん。柔らかい。あ、まだでもこれ、じゃあこれじゃない、これだよ。あ、柔らかい。感覚がバグってるんだけど。全然また硬いんだけど。
石のツルハシだとでも鉄鉱石もこのぐらいの硬さはあるから。待て待て待て、これ本当に硬い、これ本当に硬い。落ち着け落ち着け落ち着け、これ本当に硬い。落ち着け、まだ任せろ。まずは周りから行くぞ。周り壊してこう。ここからだよ、怖いから。溶岩が怖いからね。待て待て、これも硬い、これも硬い。どれ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 、今俺が硬いって思ったやつ金速攻で壊した。石のツルハシだよ。全然硬くないじゃん。大ヒントタイムがも途中で欲しいかもしれない。なるほどな。今までのこのところにあったかどうかだけでも聞くのはありですかね。うん、じゃあ言いますよ。はい。今まで君たちが掘ってきたこのブランチマイニングのこのトンネルの中に、はい、ダイヤは、はい、はい、ありません。ないんかい。ないんかい。もう今のところ動画になったら BGM も流れてるからね。そうだよね。もう。わかるもん、流れ出してるもん俺。頭の中でもうサビサビサビ。トゥ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 。セルフ音楽やばい。おしゃれ彫りをしよう。これで多分見つかると思う。いやだから延長しても確かに見つかるけど、僕らからしたらあんま変わんないんだよ。おおおおお、イルドルキ、え、硬い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 、見て。ああ待って、これかなり硬いかもしんない。かなり硬い、かなり硬い。ちょっと多分これで終わらせます。いきます。あー出た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 。園長、なんもなんもなかったよね。反応しなかった、すごくね。あいつすごいな。ちょっとフフとか言っちゃうよね。そう、俺だったら騒ぎ倒すよ。